どうも、添え字マックスです。皆さん、お元気でしょうか？ちょっとね、私の先輩にレンズを借りてきました。このレンズ。これ、タムロンの SP60mmF2 のマクロレンズ。マクロレンズね、僕持ってなかったんで、ちょっと試してみたいなと思ってたんです。これをちょっとつけて、動画をね、撮ったらどうなるんだろうなと。マクロの世界ってどうだろうなと。早速ね、ちょっと動画を撮ってこようかなと。思ってるよ。はい、撮ってきました。ケンゴさんがね、いたんで、ちょっとケンゴさんをモデルにちょっと人物を中心に撮ってしまいましたけども、すごい近くまで近寄れます。当然です、マクロレンズだからね。まあそれをどう使うかってことですけどね。ただ普通に F2 の明るさの 60mm のレンズとしてはもう十分使えるなぁと思いましたね。写りも悪くないしね、抜けもよく悪くないし、ちょっと絞り込んでピントが合う幅をちょっと増やしてフォローするとなんかぴったりですね。意外にフォローする映像とかが綺麗に撮れたんで、このレンズの特性なのかな、ちょっといい感じでしたね。まあそうだな、ちょっと動画でどういう風に使えるかわかんないけど、まあ機会があったらちょっと使ってみようかなと思います。でもやっぱりマクロってのは写真向きなのかな。昆虫とかぐらいだよね、撮るってなるとね。ちょっとどうなるかわかんないけど、また今度試してみたいと思います。以上、タムロンの SP60mmF2 マクロレンズでした。